どうもケントです、最近ありがたいことにですね、様々な、商品関係のレビュー依頼っていうのをね、いただいてまして、あんまり興味のない商品とかだったらね、丁重にお断りしてるんですけども、今回はですねカメラ、ドローン関係の商品を販売されているフィリウェルさんから、商品レビューの依頼を受けまして、結構ね僕ドローン飛ばすの好きやからはいはいはい、さしてくれとか言って言って、それでいろいろ商品送っていただきました。それがですね、じゃーん、こんな、なんかね、ドローン関連の周辺機器いっぱいありますけども、ここにね、入りきらないやついっぱいあるんですけど、こうやって見てください。これをね、ちょっとね、片っ端からちょっとレビューしたいと思うんですけど、これ、この中にね、入ってんのもちょっと見てみましょうか。じゃん、なんかいろいろ入ってます。いろいろね、商品送っていただいて、どれからちょっとレビューしたらいいかわからないんだけど、ちょっと一個一個こなしていこうかなと思います。でね、レビューするにあたって僕もちょっと正直にバシバシ行ってきますからね。お金もらってないし、でもまあこれ送っていただいたんで本当ありがとうございます、フリーウェルさん。で、まず最初にですね、これハードケースですね。これはですね、なんでも、防水らしいんですけども、で、中を見たらこうウレタンみたいな感じで、なんかね、ちゃんとね、形がくり抜かれてて、ちゃんとね、このマビックとか周辺機器がね、すっぽり入るように出来上がってるみたいなんですよ。ちょっと入れていきましょうか。まあこんな感じですね。僕バッテリー1つしか持ってないんで、3つ持ってるとは、ここに1個やって、もう1個ここに入れれるって感じですね。まあご覧の通り、こう、形がね、すっぽり入るような感じになってるから、いくらこれ揺らしても、大丈夫っていう感じですかね。で、まあ、さっきも言ったようにこれ防水なんで、こうやってしっかり締めたらね、水が入る恐れがないっていう。ほんまかちょっととりあえずこの実験してみないとね、なんとも言いようがないからちょっとやってみますけど、本当はねプールとかに引き込みたいけど、そんなことはあんまりないやろうから、雨が降るっていうことはね、よくあるから、こうやってちょっと横からちょっと水当ててみて、ほんまに入らないかちょっと実験してみます。どうやろうね、気になるな。防水ってほんまかな、ちょっと開けてみましょうか。僕のレビューはハードコアですよ開けてみます。じゃーん実はね、マビック撮ってました、念のため。もうでもなんか安心、ほらほら見て、水が一滴も入ってませんよ、これ。もうこれはちょっと今入った時に入ったって感じだね。でもこの構造からしてね、もう水が入るような感じもないから、よっぽど、海に落としたりとかね、しない限りは多分大丈夫なんちゃうかなと思いますけど、大雨の日でも大丈夫ですね、これ。やりますね、このケース。なかなかいい感じ。で、このね、サイズ的にね、こんな感じですね。まあそんなに大きくなくて、ちょうどマビックがすっぽり入るぐらいだから、持ち歩きはあんまりなんかそんなに苦じゃないかなっていうふうに感じますね。だいぶ振り回しても中のものが崩れなさそうやし、ちょっとね、色がね、なんかどうなんやろうな、なんか工具っぽくて、なんかちょっと持ち歩きはどうなんやろうな、なんかちょっと道具入れ持ってるっていう感じ、あんまりおしゃれな感じじゃないけど、まあでもデュラボーって言って耐久性には優れてるみたいですね。次は何にしようかな。じゃあこれにしようか。ランディングギアちょっと開けてみよう。これはね、実はね僕欲しかったんですけど、こんな感じですね。これが前足用の足ですね。でこれが後ろ足用で、なんかこんなクッションのシールみたいな、こんなんも入ってます。ちょっと取り付けてます。ちなみにね、僕のマビックね、ここね取れちゃったんですよ。だからね欲しかったんですけど、この足が、なんかね、ランディングをするときにね、なんかガーンって打ったかなんかで、それで落ちたと思うんですけど、結構ねこのねゴムみたいな取りやすいから気をつけた方がいいですよ。これをね、前足用の、これが右足やね、右足をこうやってつけます。で、こんな感じ。結構ね、
これ足が短いからマビックって、あのね、ハラッパとかだったらね、なんか芝生に埋もれて、芝刈り状態になっちゃうんですよね。着陸とかするときに。だからそれを防ぐための、ものだと思うんですけど、足がちょっと長くなって、他に下に落ちてるものにぶつからないっていうね。これはどうやって付けるんやろうな。これはカポッと、カポッとはめるだけや。結構ね、取り付け簡単。こんな感じですね。クッションみたいなシールもあるけど、これはまあ別に付けないでいいかな。こういうとこ付けるようにありますけどね。足長くなって、ちょっと無視感が増えるみたいな。でもまあ芝生、さっき言ったようにこう、ここぐらいまでやったら芝刈りにならないから、何かにぶつけるっていう心配がちょっと軽減されるって感じでしょうか。次はこのカメラレンズサンフッドっていうやつ。これ前からね欲しかったんですけど、実はカバーをつけるような要領ですね。簡単につくような感じで、ここがちょっと影で守られて。次はこのフィルターですね。カメラにつけるやつ、ちょっと開けてみます。これはね、僕あんまりね、なんかあんまりカメラに疎いから、これは買おうとは思ったことないんですけど、実はこんなケースに入ってますね。で、この中にこんな感じで6つセットで入ってます。要はこれはなんか海のこう反射を防いだりとか、あとはシャッタースピードを遅くするっていうね、フィルターがありまして、カメラのこうどうしても早く動かすと、普通のカメラやったらしっかりね、撮影して、すごくくっきりと映るんですけど、あえてね、それをね、シャッタースピードを遅くして、モーションブラーをかけたいっていう人に、向いてるようなやつですね。すごいシネマチックな映画みたいな感じの撮り方ができるっていう。あとはですね、なんかあんまり明るい日とか撮影するときに、ちょっと明かりを抑えたりとかね。あとは、ビニエッティングって言って、こう枠をこう、フロークしたりとか、そういうエフェクトをいろいろした人がつけるようなものらしいです。ちょっと後で試してみますね。こういうクリーナーとかもついてますけど、こんな感じなんか。次は、プロポ関連のギアですね。まずこれ、これはなんていうかな、グレートビュータブレットマウントってプロポにつける、なんかタブレットiPad とかつけれるのかな。これちょっとやってみましょうか。こんな感じ、ちょっと組み立ってみます。あ、でもこれいいかもしらん。なんか結構ね、大画面のね iPad をね簡単に取り付けることができました。で、こうやって、なんか結構デカめのスクリーン見ながらね操縦。ちょっとね、こっち側が重いからちょっとバランス悪いかな。なんか重心がこっち側やから、こうなんか常にこう力を加えて、バランス取るようにしてないといけないから、どうなんやろうな。ちょっとバランス悪いかな。こう持たなあかんから、ちょっとバランス的に悪いかな。こう持ったらこう指届かへんし、こう持ったらちょっと重いし、ちょっとこっちに重さ持ってかれるから、ちょっと操縦しづらいかな。そんな感じのちょっと率直な意見ですけども。まあでも、でかい画面を簡単に取り付けれるから、結構これは、それなりに用途はあるかなと。使う、要素は結構高いかなと思いました。じゃあ最後にこれ。これはね、リモートコントロール、モニターフッドですね。これ光がね、眩しいとね、どうしてもね、見づらいんですよ。こう、飛ばしてるところをね、画像で見ながら、こう、飛ばすんで、結構ね、光がね、スマホに当たっちゃうと結構ね、見えないから、結構危なかったりするんですよね。どこやろうみたいな感じで、自分の場所がちょっと分かんなくなったりとかする場合があるんで、これはね、結構そのスマホの、モニターをね、こう、カバーしてくれると。それで、光がね、入らないようにして、ちょっとゴーグルみたいな感じで、なんか、操縦できるようになるっていう感じですね。外にやってきましたよ。これ見てください。これ全部入りました、さっきの道具。こんな感じ、じゃん。じゃあ一個一個試してみましょうか、外で。これが足のエクステンションですね。これちょっとね、芝生が結構ね、長いところ、置いてみましょうか。ここら辺がいいかな。最近ここら辺芝生が刈られて、まあいいか、ここで。
ちょっとね、ここに置いてみます。大丈夫ですね、離陸。ちょっと芝刈りになったけど大丈夫だよね。もうこれはでもいい感じ。これはあの結構ね、あの取り外しもね、取り付けも簡単やし、こうやってピッてね、取れればいい話なんで、で結構ね、これ取れた、取れた、まあこれこんな感じで、かさばらへんから、まあこういうケースとかあったら、結構この小さいところにねスポット入れれるし、これはありかな。僕お金出して買ってもいいぐらい、これおすすめ。次はこれいっときましょうか。レンズフット、これをつけて何が違うかっていうのをね試してみたいと思います。これは光がレンズに、映り込むのを、軽減するためにつけるんですけども、残念ながらちょっと前進とかすると、ちょっとねそのカバーが映り込んでしまうっていう問題がありまして、そうですね、横にこうロールするときもちょっとだけ映ってしまいますね。光がねレンズに映り込んで、なんかプロペラの影とかがね、映らなくなるっていうメリットはあるんでしょうけど、ちょっとこれをつけっぱなしで、飛ばすっていうのはちょっと僕的にはないかなと思いました。次にこの、スマホのフッド、これをねトライしてみましょうか。それをトライする前にちょっとこれなしでちょっと見てみたいと思うんですけど、すごいねなんかね光が当たるとね見づらいんですよね。これなんか見えるかな。そう、こんな感じです。普段はね、ちょっと見づらいかもしれませんけども、はい、今取り付けましたけど、これ簡単に取り付けれて、ゴムでねスマホにぐるって巻いて止めるだけ。こんな感じ。それで、まあ、こんな感じですね。覗いてみてください。だいぶさっきより見やすくなっちゃうかなと思いますけど、ちょっとまだ光が入ってるから、見づらいかな。こんな感じやろ。こんなちょっとねさっきよりは確実に明るくなってますけど、見やすくなってますけど、でねここにね穴が開いてるんですよ。だからここで、飛ばしてる最中にこうやって、モニターを押してピント合わせたりとかできるから、まあ結構使い勝手いいですね。これはね僕ね買いかもしれません、これとさっきの足は結構おすすめ。最後にこのフィルター一個一個つけて、飛ばしてみたいと思います。インバルにカポッとはめるだけでいいんですね。これでハマった。外めっちゃ暑い、なんかすごい湿気があったんですけど、今ちょっと飛ばしてきました。でね結果ね僕的にはねこの足、やっぱりさっき言ったように足、これはねいいですね。これは結構おすすめかもしれません。あとはねこれこのスマホフッド、こうゴーグルみたいな感じで光をね遮断するやつで、モニターを見やすくなるんで、すごくねこれがあると快適に飛ばせます。あとはね、なんて言ってもこの、ウォータープルーフのケース、これはね結構いいかもしれません。すごいこれは嬉しいです。でね、このフリーウェルのサイトは概要欄に載せておきます。で、基本的にねドル決済なんかな、それで世界中どこでも配送してくれるらしいので、もしよろしければ、そちらのサイトをご覧になってください。ということで今日は以上です。もしこの動画を見て面白いと思っていただけたら、いいね評価、あとはチャンネル登録、まだという人はチャンネル登録お願いします。それでは。